こんばんは、日常円です。今日はキットカット3種類を食べていきたいと思います。そしても通常版ではなく、なんか史上最高サクサク全粒粉ビスケット、そして通常版と抹茶の融合したもの、そしてその抹茶だけのものの3種類かかるですね。どれがどんな味になっているのか食べるのがとても楽しみです。まず通常版も気になる、こちら通常版と抹茶の融合したものから食べていきますよ。中身は、上は見事に鮮やかな緑色、下はよく通常版、どちらも気になる色合いで、ではビスケットの部分をお見せしようと思ったので真ん中で割れちゃいました。キットカットあるあるなのでしょうか。ビスケットの部分では、サクサクという心地よい音が聞こえてくるのは当然キットカットだからですけど、食べてみるとやっぱり違うなと思う部分もあります。いや、さすがに高級は違うな。ただ一方でちょっとえって思う部分もあって、これが好みに合うかどうかはやっぱり人それぞれかなと思う部分があります。ただあなたがもし〇〇が好きなのであれば、ぜひ食べてほしいと思いますね。全粒粉なので食物繊維豊富だったりしたら嬉しいんですけど、それはさすがに高望みのしすぎかな。考えたらいいんだけど、まあ食べてみればわかりません。それでは調査員は2つ、ごちそうさまでした。最初に食べたキットカット欲張りラブル、どちらかというと通常版の味が強く出ていて、まあ一応少し弱く感じられなかったかなというのが自分の発想。確かに抹茶の味もするにはするのですが、少し弱めで通常版にちょっと変化が、そんな印象です。抹茶の味が、抹茶の味はもうちょっと抹茶が強くて、はっきりと変化が分かった方が良かったかなと思います。残り2つなんですけど、これ、もうすでに切っちゃってるんですが、袋に、きっと〇〇といろんな言葉が書いてある。一つ一つ違うので、このこと、書かれている言葉を見つける楽しみもあるのではないかなと思います。その上でです。まず、全粒粉ビスケット。確かにサクッとした食感が通常のキットカットでも強いと感じた。それ以上に、外側を覆っている、なんだろう、バターチョコレートというのでしょう。の味と香りが強く、コクのある甘さになっていて、自分好みでした。一方の抹茶の大人の部分でそんなに甘ったるいわけではなく、あっさりどこか深みのある、コクが強い抹茶を味わうことができてよかった。やっぱり抹茶一色の方がより強く感じられて、他に味がない分口の中にしっかり広がってくるのはよかったですが、こちらの全粒粉ビスケット、バターのコクが感じられるチョコレートの方が味により深みがあって自分好みかなと思ったので、今回のはこちらを代表としてシンプルすぎたかなと思う部分もあるので4点とさせていただきます。それでは森林、火を使うのを防ぐから、いや森の中で火使っちゃダメ。というわけで今回はネスレのキットカット3種類を食べ比べてみた動画でした。いずれもやっぱりただの通常版とは違う美味しさ良さがあってよかった。あなたはどんな味がキットカットに出てきたら嬉しいですか、コメントで教えてください。それでは本日の演目はこれにて終了とさせていただく。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。